皆さんこんにちは。照明家のためのネットワーク講座です。照明の現場で使われることの増えてきたネットワークについて解説していきます。今回はネットワークスイッチの後編です。マネージメントスイッチで設定できる機能のうちよく使用するものを説明していきましょう。一つ目は VLAN です。VLAN とは一つの LAN をソフトウェア的に複数の LAN に分ける機能です。必要に応じて複数の LAN に分けることで不要な通信を抑え、通信の効率を上げることができます。照明のネットワークではタグ VLAN という方式がよく使われています。ポートに番号を振り、その番号に入力したデータは同じ番号のポートからしか出力しないというものです。スイッチに入力されたデータはそのポートの VLAN 番号が付加されます。スイッチから外部へデータを出力する場合は付加されている VLAN 番号と同じ番号のポートから VLAN 番号を外して出力されます。異なる番号のポートで受信するとポートのところでデータを破棄します。実際に見てみましょう。スイッチにノードが単独で2台接続されており、それぞれに塔体がつながっています。それぞれのユニバースやアドレスは同一です。タクからはアートネットブロードキャストで送信しています。タクから信号を送ってみましょう。 VLAN を使用していない場合、このように両方から信号は出力されます。次に各ポートに VLAN 番号を設定します。ちょっと見づらいですが、緑色が VLAN 番号1、水色が VLAN 番号2番になっています。左側が VLAN 番号1の系統につながっており、右側のオーラが VLAN 番号2番につながっています。 VLAN 番号以外を設定した以外は先ほどと同様です。ではこの状態で信号を送ってみます。タクは現在 VLAN 番号1の方に接続しているので1の方からしか出力していません。でこれを2番の方に差し替えてみます。ちょっと認識するのに時間かかりますが、2に差し替えると2の方から出力するようになります。このように VLAN を使用すると同じ VLAN 番号同士でしか通信ができなくなります。これにより仮想的に複数の LAN があるようになります。こうして LAN を細かく分けることで通信の不要な転送を抑え、ネットワークを効率よく使用できるようにしています。スイッチ間の配線についても考えてみます。VLAN 使用時は同じ VLAN 番号同士しか通信できないのは先ほど取り上げた通りですが、スイッチ間を配線する場合、 VLAN 番号同士を接続するようにすると VLAN の数だけ配線が必要になってしまいます。このためスイッチ間の配線はタグという設定にします。この設定にすると1本の配線で全ての ID 番号のデータを送受信できるようになります。これも実際に見てみましょう。先ほどと同じ設定のスイッチをもう1台用意しました。下段のスイッチに照明コンソール、上段のスイッチにノードを接続しています。スイッチ間は同じ VLAN 番号同士でケーブルを渡してあります。スイッチ間で同じ番号同士接続するとこのように塔体のコントロールは可能です。2番に今差し替えてみます。しかし VLAN 番号が多い場合やスイッチ間の距離が長い場合、配線作業が困難になる場合があります。両方のスイッチのポートをタグに設定し接続してみます。今黄色いマーキングしているポートがタグ設定にしてあります。でタグ設定同士を接続しています。この状態でタグから信号を送ってみます。
現在1番のポートに VLAN 番号1に挿してます。次にこの状態で2番に差し替えてみます。このように1本のケーブルで両方の VLAN 番号のデータを送ることができます。規模の大きめな現場ではタグ設定した配線を二重化することで冗長化を図っている場合もあります。マネージメントスイッチにはマルチキャストに関する設定もあります。スイッチによっては最初から有効になっているものもあれば設定してやらないといけないものもあるため注意が必要です。一つ目は IGMP スヌーピングです。これはデータの情報を読み取り、適切な端末にだけデータを転送する機能です。2つ目は IGMP クエリアです。スヌーピングに使われるマルチキャストテーブルと呼ばれるものを作成する機能です。マルチキャストを機能させるためには、この2つが有効になっている必要があります。また QoS という項目もあります。これは複数のデータの通信をする場合、優先的に送信をするためのものがある場合に使用する設定です。音響で使用しているネットワークプロトコルの場合、音声データを同期させるためのクロック信号を最優先で送信する必要があり、 QoS を使用して最優先で送信するようになっています。現在の照明用のプロトコルでは同期信号のような最優先させるものはないため、無効にしておいて問題はありません。今回は2回にわたりネットワークスイッチについて取り上げました。次回は照明用プロトコルの一つである MANET2 について取り上げます。